笑顔になる魔法の言葉たち、ありがとう愛してる会いたい、あ笑顔にな。はい、あつぶしテレビの時間でやってまいりました。こんばんは。こんばんは。今日はですね、くびれ体操という、あまり今まで聞き馴染みのない体操なんですけれども、紹介してきっと皆さんに、こんなのがあったんだって、松伏でやってるんだっていうことで、体験に来ていただけると面白いかなっていうふうに思います。はい、では早速ですけれども、そのくびれ体操を主催していただいている方々にお越しいただきました。はい、代表をお務めされている、はい、矢野先生、はい、はい、自己紹介の方お願いしてよろしいですか。はい、どうも皆さん、はじめまして、こんばんは、健康体操連盟くびれの会長をやってます矢野と言います。よろしくお願いします。僕の肩書きは実は健康仕掛け人ということで、まあ本当の資格っていうのは柔道整復師っていう接骨院の先生やってたり、空手を教えるための、公認のコーチなんていうのを持ってたりするんですが、肩書きは健康仕掛け人。皆さんの、特に女性ですね、僕は男の人は見ないので、女性のみの健康 の、 そのプロデュースをするわけですね。仕掛けるという。だから僕は健康を作ってあげますよっていうんではなくて、皆さんが自分で健康になるためのその方法を教室で伝えているわけですね。そんなことを大体、そうですね、僕は30の頃始めましたから、今年で16年、すごい、16年間この教室体操をやっております。今日は一つよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、はい、鎌田と申します。矢野先生のサポートを始めて13年になります。インストラクターが今20人ぐらいいるんですけれども、その中で一番古株としてなんとか頑張っております。はい、お若そうなので。いや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 、そうでもないんです。そうでもない。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、高松です。松伏の火曜日10時からの教室を担当してます。先生と一緒に体操を始めたのは、一番下の子供を産んでからなので、何年かな、ちょっと考えない、多分8年ぐらい、8年ぐらい、はい、体操してます。その最初の新人の時にこの教室を立ち上げたので、大体ここの教室は6、7年ぐらいかなっていうので、これだけ会員さんが集まったので、はい、今はとても盛り上がって、すごいですよね、はい、すごいなったので、ね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、灘夏美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。私は金曜日の、10時からの松伏の教室を担当させていただいております。まだイントラになって日が浅いんですけれども、先輩方を見習いながら、これからも頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。松伏は火曜日と金曜日の2教室で、高松先生と灘先生がご指導いただいて、それもさっきね、ちょっとビデオ撮ったんですけど、結構人数いらっしゃいますよね、松伏だけでも。そうですね、何人だい、30人は大体来る。来る人だけでも30人は大体、来ない人もいるので。みんな松伏の方なんですか。大体そうです。でですね、実はこの松伏の教室っていうのはほんの一部なんですよね。そうですね。このシステムで他の教室も行ってもいいっていうシステムになってて、実はここから北が多いんですけれども、そうです、白梅とか久喜とか、はい、春日部とか、うん、まあ県を越えたら野田とかの方でも教室やられてて、も大々的にすごいやられて、20人の先生たちが回ってるってことですよね。そうですね、そうですね、すごい面白い教室がどんどん広がってる感じなんですけれどもね。どういうこの教室自身を始められたきっかけとか、そういう話をまずお聞きしたいんですけれども。はい、
あの大体いつも教室でお話をしているんですけど、はいはい、やっぱり今のその医療っていうの、特に皆さん身近だと整形外科とか、あとは接骨院とか、そういう腰だとか膝、肩なんていうのが不調になると行くようなところですね。まあそういうところで僕は勤めて働いてたんですが、まあ見てると患者さんと言われる人たちがなかなか治っていかない、つまり卒業しないんですね。だから常にあの待合室がいっぱいだけど、本当医療っていうのは本当は健康な人を作っていかなきゃいけないのに、だけど病気の人が増え、まあそこに通ってても良くなっていかない、まあ治療でまたその時はいいんだけども、何日かする、例えば1週間する、また痛くなって戻ってくる、だそんなのを繰り返しながら皆さんなんとなく諦めているんじゃないかなと、医療に対してね。あ、だそれはちょっと本来の医療の意味としては違うんじゃないかな思いながら、じゃあどうしたらいいの言った時に、あ、そっか、みんな治り方を知らないんだなと、自分で自分の体を作っていったり治していったりするその技術とか知識とかがないんだなと。じゃあそれを教えてるのはどこなのかなと思って見渡したところ、ないんですよね。お医者さん内科とか外科とか整形科ありますけども、例えば生活習慣科なんていう、そういうここで勉強してね、あなたはちょっとあのメタボリック症候群、生活習慣病あるからこっちの科に行って勉強して生活をね改善しなさいなんていう科がないんですね。だそういうところをじゃあ自分で作ったらいいんじゃないかなと。大体あのお医者さんとか行くとみんな受け身じゃないですか。そうですね、あの直してもらおうとしてて、自分から直そう、自分が何とかして治ろうとは思ってなくて、その前に どこがどうしたら良くなるかも分からない、分からないからね、まずはもう先生のところに行くしかないっていうのは、何とかしてくれるんじゃないかと思っちゃう。その通り。でも実際は何とかしてくれるんじゃなくて、自分で何とかならなきゃいけないってことですよね。そうそうそう、例えば風邪にしても、まあ、膝にしても腰にしても自分で治す気になって自分で治そうと思わなければ、うん、絶対治らないんです。だからそれをでも教えてくれるところはなくて、どうしてもお医者さんに行くとお薬だとか、じゃあリハビリ室行って何するかっていうと、やっぱり受け身な施術を受けて終わるじゃないですか、でもあれっていうのは体全然変わってないので、またやっぱりその時気持ちいいかもしれないけど、また元に戻ってまた戻ってくるんです。あ、だそんなんでずっとお金ばっかり使って身になっていかない、そんなのずっと見てきたんで、ちょっとこれは自分でその独立して場所を作らなきゃなと思って、で始めたのが、まあ、一番のきっかけといえばきっかけです、あのちょっと教室ね、あの体験してみると案外年いった方が、あ、そう、私なんかあのまだ初心者なんですけど、ね、一番劣等生であのすごいお年の方がどんどんできちゃってるんですね、すごいびっくりしたでしょ。初心者の方もいらっしゃるね、体験してびっくりしたでしょ。高齢の方で何歳の方がいらっしゃるんですか。今日は80代ですよね。この教室の中では全体ではもっと93歳、 今いないですけど、あの93歳の方が93歳、はい、されました。いや、なんかショックだよね。あれなんか3歳とかさ、93歳しかできちゃったら、本当にね、どんな様子だったかっていうのをここでちょっと一回ビデオで見ていただきたいと思います。もう恥ずかしいですが、はい、どうぞ。
目を膝をギュッ、なる人と、そうすると腹出てんな、腹が出てんじゃなくて姿勢が悪いっていう人がまあまあ出てくかもしれない。今そう見ながらまあ出てくる。大体そうなので、お尻引いて立つと腹がへこむ。そしてはい、バンザイしてピッ。やった時にこの壁に肘がつくかなって、それがねまずピタッとつけば正しい、あ正しい動きしてる。はい、そのまま開いていく時に肘で壁をスーッとこうなぞるようにすると肩甲骨ちゃんと、はい、じゃあ一の字体操ね、何をするかというと内臓を動かす
内臓を動かす体操。肝臓、膵臓、腎臓は自分じゃ動けない。そうすると硬くなって、こうやって丸くなったまま硬くなっていると血液の流れが悪くなって酸素が来なくなって機能不全を起こしていろんな病気になったりするかもしれない。ねじることで循環を良くする。ちょっとやってみましょう。はい、じゃあどっち、はい、せーの、落とす。はい、足つかまえ、息を、肩と骨盤キュッ、ね、はい、せーの、ねじってねじって、手を伸ばし、せーの、よいしょ。なぜ1の字か分かるでしょ。ここが1、前からも横から見ても1、肝臓、膵臓、腎臓、心臓、はい、全部ねじれてるよ。はい、の、キュッと手締めながら次の駅で逆の手でフもう体操、もう日常生活の中に組み込む、ね、もしこう釣り輪があったら釣り輪のとこ捕まってくる。背中の筋肉鍛える。日常生活にそういうトレーニングを入れておくと、さあこの時間はこれやんなきゃなっていうその時間取らなくても毎日の生活、例えば台所でお皿洗ってる時に内股してギュッと締めながらお皿洗う、バリッて割らないように肩の力を抜いてやるとかね、そういうのがまあ大事だ。はい、1の字体操やっていくよ。で、1の字体操は内臓を絞る体操。はい、じゃあ左足前、床つかまえよ、右足上げよ、はい、片足のまま肩、はい、ストーン、肩の力ストーン、はい、肩の力ストーン、はい、右手持ってきて、はい、よいしょ、ストレッチ、片足ね、不安定な片足で上半身の力抜いてストレッチできるかな。はい、反対、この右足が前、床つかまえて左足上げ、はい、肩ストーン、はい、楽にストーン、はい、左手も、はい、よいしょ、はい、顔を上げて脇の下伸ばして、そう、この時あ結構できてる、はい、なはい、お、いい感じ。じゃあ1の字はい、では見ましたけれども、まあ、体験されたハリバさんいかがですか。いや、もう先生の面白いトークでもう、そう、もう笑いすぎちゃって、そうで後ろの方 その高齢の方たちも、なんつうんだろう、もうなんか優しく見守ってくれてる感じもすごい良かったです。もういろんな刺激をもらいすぎちゃって、うんうん、もうパワーがなくなりました、もたけさん、私いや、これあれだけのね、お年寄りって言って私も含まれてるんですけど、お年寄りが集まってみんな健康っていうのが不思議な感じがする、で体が柔らかいしそうみんな楽しそうにやってるんですよね。そうそれがやっぱり笑顔ってすごいなと思って、もう先生も常に笑顔って言ってる。なんかあのすごく高度な知識をこう見せながらも笑いで包んでる感じなので、みんなすごく真面目にならないで本当に受け入れてる感じがしてて、もう本当に先生の独自がね、また独自もうすごい、もう生徒さんたちがもう大笑いして、いじられて喜んでる、そうなんですよ。本当にあの芸能人のほらよく何でしょう、菊丸さんでしたっけ、聞こえてない、君丸さん、いや君丸並みでしたよね。もう初めすごい先生だなと思いながらだけど、一緒になって面白くなっちゃって、やっぱりこう信頼感があるのかしらね、生徒さんたちとの間にね、あのやこの先生についていけば多分大丈夫っていう、じゃなかったらね、普通だったらきっとびっくりしちゃいますよね。ねえ、いや本当にすごいなと思いました。いや本当にいやもう本当に今どっと今すぐ横になって眠りたいぐらいなんですけど今日はあのアシスタント務めていただきましたけど、本来なら先生されている方々、どうですか、なんかいつも教えていただいてるんですけれども、あのみんなやっぱり若いですよね、気持ちが若い。ここに来られてる生徒さんが、あの年齢にしてみれば世間一般の人たちより私若いなっていう感じがするんです。そうですね、あの見ていただいて分かると姿勢がとてもいいので、うん、はい、シャキッとしてると思うんですね。で前向きな人も多いし、真面目にやられてるから、私最初笑っちゃって自分ができない、みんなすごい真面目にやってる、でも真面目にやろうとしたらできない何がすごいって、この帰りに私こんなガタが来てるのに階段をみんな笑いながら降りてってそれ普通なんですよ、頑張ってねとか言って言われながら、もう私あのパワー素晴らしいなと思いましたね。で先生何回も地方症にならないためにっていろんなお話されてましたけど、
私のちょっと母が今地方症初期っていうふうに診断されてしまったんですけど、もうね先生のあのこの雰囲気の中でやってもらいたいなって本当に思いました。そうかも。だって逆の動きするんですよ足を。まあ、頭の脳がこの40代の私でさえついていけない感じの、いや真面目にもう素晴らしかったの言葉が見つかりませんね。はい、いや私ももう慣れない歌詞がこのままやっててって追いつけないような感じがしたんだけど、でも皆さんね、あの私まだ 2,3 ヶ月なんだけれども、皆さんすごい優しいんですよ。優しいと思いました周りの人たちが、うん、で周りの人たちがそんなに優しいっていうのはやっぱり気持ちにゆとりがあるのかなって思って、元気もいいしね。そうなんかあのまあ年いってきて意固地になりそうな人とか意地悪そうな人とかいないその自分の雰囲気、自分の雰囲気って結構派閥があったりとかして、うん、ちょっと私なんか行くとあのその無理だなと思うんですけど、ここは派閥とかないからね、すごい優しいでしょうか。もうみんなが一体になってできないのも、うん、なんつうんだろう、ちゃんとやりなよって顔じゃなくて、なんか優しくもすごい、そうなんですよ、真面目にしよう。やっぱりそういうのって健康だからゆとりができて、うん、人にも優しくできて、そういうのをずっと続けてるっていうことかなっていう。あと多分自分に自信も出てくるんでしょうね。そこだと思いますよ。どうですか高松先生。そうです、その通りです。本当にみんな最初はできなくてもだんだんできてくることですごい楽しくなってきて、うん、で最初はみんな周りと喋んなくても、うん、だんだん体が良くなってきて、うん、良くなってくると周りの人とも喋り始めて、なるほど、もう初めに来た時の顔と今もう続けて体操で元気になった時の顔が全く変わってくるので、それを見ててとても楽しいです、ね、私は、ね、はい、私の知り合いでね、あの私テニスやってるんですけど、テニスのところで春日部に住んでる人なんですけども、うん、私なんて週3回行かなかったら体が変になりそうだから必ず行くわよって言われてて、うん、テニスやっててもやっぱりここに来て体整えて、うん、それでテニスするみたいな感じで全身でしたよね、うん、さっき頭から下まで内臓も、もう内臓をグリグリ触ったことないところまで触って、うん、本当にびっくりしましたね。いや本当に、うん、いや疲れちゃってもね、言葉が見つからないです。奈良先生はまだ浅いって言われたんです、日が浅いっていうふうに言われましたけれども、はい、何か特別にあのこうやられてて大変っていうことありますか？大変っていうことはないんですけれども、私もあの会員として松節教室に高松さん の、 あの教室の方に通わせていただいてたんですけれども、生徒さんだったんですね。もともとはですね、あの皆さん体操だけではなく、やっぱりこの場に来て他の方と一緒にお話をしたりっていうことで、心の面でもなんかあの話、なかなか家にいると話す人がいないからっていうことで、コミュニケーションの場にもなってたのかなと思うと、なんか皆さんはやっぱり笑顔も明るくなって、体操終わった後は皆さんおしゃべりしながら階段をね、すっと降りていくっていうのはすごい素敵なことだなと思います。もうとにかくこのね、あの矢野先生の考えていらっしゃること、ちょっと取材の前に、このあ収録の前に取材させていただいたんですけれども、うん、あの壮大なんですよね、私が思うには。ただここに来てみんなが健康になって帰ったらいいわじゃなくって、それがもっともっと広がっていって世の中の人みんな健康にしたいみたいなぐらいの気持ちでやられてるので、教室もどん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 広がっていってるんですよね。そうですね、ね、はい、あの今はその教室も松伏だけじゃなくて、例えば近隣の例えば春日部であるとか、はいはい、白岡、久喜、宮代、杉戸、蓮田、上尾、五ヶ、境町、うん、宮代、栗橋、大戸根、記載、勝負、幸手、岩槻、野田、昭和、加藤、言ったか、羽生、古賀、そんなところまでちょっと足を伸ばして、うん、近くの越谷は、越谷はないんですか？ちょっと作れてないんです、まあ、越谷はきっと広がりますから、はい、ぜひ、はい、お願いしたいです。これからですからね。今密かにサークルをやってるんでね、はい、越谷はね、はい、そこからぼちぼちと広めていきたいと思います。はい、それシステム的にね、うん、あのこちらであの受けてると他の地域の講座にも
か。そのまま入れるんですよ。どこ行ってもいいってことですか。そうですそうです。で行って満員だからね、ちょっと今日はってことはないんですか。ないですね。全員入れます。すごい気楽みたい。なんか前もって予約取ったりとかしなくても、そこに行って仲間に入れてくださるみたいで。あの雰囲気は多分どこでも行けますよね。そうですね。みんな大体同じ感じなので、一番多いところで130人ぐらいでいっぺんに。130人、はい、今日で30人ですからね。そうですね。この4倍ぐらいってことですよね。体育館みたいなところでやられるんですか。うん、そうですね。ホールみたいなところで。みんなそれぞれ悩みって持たれてますよね。どこが痛い、なんか悩んでる、そういうのもなんかちょっと触れてくれるっていうか、ここの痛い人はこういう体操だよとか、そういうのも全部そう思いました、ね、あるから。お腹の出っ張りはどうしたらいいのかって言ってますね。本当にでも言ってましたね。膝の悪い方はこうした方がいいよっていうのもすごい、全部システム的にこうだからこうなんです、こうだからこうなんですって教えてもらえるから、なんかただただこうしなさいじゃないので、うっていうふうに思える、納得するっていう。あと日常でこの何つうの、何かをしながらっていう時にもやった方がいいよっていう話が多分一番頭に入っていくと思うんですよね。やっぱり洗濯をしながらとか言ってましたよね。もうなるほどなと思った。電車に乗ったら、そう。でも松寿司の方はね、またそこが面白かったですね。松寿司はまだ電車が通ってないんでね。ちょうど昨日本でね、おばさんたちが電車乗ろうとしたら相手の席にカバンを投げたっていうところを読んだことがあって、すごい面白かったです。そういう時には座るので分かってくれっていう。そうそうそう。ですね。ね、思い、やっぱりそういう健康に対する思いは、矢野先生なんかは食べる方、ここのね体操だけじゃなくって、食の方からもいろいろお考えがあるんですよね。はい、やっぱり人間の体っていうのは食べるもので作られているので、毎日口にするものをやっぱり少し意識した方がいいんじゃないかなということで、自分たちで農業、自然農業、そうに6月にはじゃがいもの収穫祭とか、あと11月になるとさつまいもの収穫祭とか。自然農法ってそもそもどういう農法ですかね。自然農法っていうのは、まずは農薬を使わない、肥料を使わない、だからことさら人工的な何かをして作物を甘やかさない、下手したら雑草とかもそんなに抜かない、生存競争させるんですよ、本当に自然。そうそうそう、でもやり、除草しますけどね、するけどもそんなに頑張ってやらないで生存競争させて生き残らせる、そのものの作物自体の生きる力を、それを引き出して、で例えばじゃがいもとかトマトとかキュウリとかそういうのの実のエネルギーを蓄えてやると。やっぱ違います、違いますね。意外とその無農薬でやるとみんななんかしなびてるとか虫食ってるとかって言うんですが、あれは本当は正しくないんです。本当にしっかりと自然の中で育てると自分たちが生き残らなきゃいけないので、きちんとしたものができるんです。例えばこの前茶豆を作ったんですけど、お店に売ってるやつよりももっとわさっとしてすごい鈴なりないいやつができたんですか。それはすごい、すごいごついのができます。その自然農法は誰とやってるんですか。それは白岡のファーム&ガーデンっていう。またこれとは別のあれなんですか。そうですね、一応協力して、うちが並行してやってる感じ。そうそう、うちがバックアップして、その本人たちがやってるファーム&ガーデンさんにうちが協賛してるというか、一緒にやらせてもらってるというか、っていうことですね。思いが通じるところがあるんですね。そうですね、同じ。その人がたまたま白岡の会員さんで来たんですね。で、僕しょっちゅう農業やりたいって言ってたんですけど、そしたらうちで農業やってるんで一緒にやりませんかって言われて、で始まったんですね。先生どんどん広がってきますね、いろんなコミュニティがね。そういうトータル的に健康を考えてるんですよね。そうですよね。だから甘やかさないっていうことですね。作物もそうだけど人間も体も、そうそう、やっぱりね、甘やかしてるとよろしくない。で甘やかした結果弱ったところを、例えば薬とか本来必要がないものでこう補おうとすると、今度本気の病気になってみたりしちゃう。必ず副作用ってありますもんね。そうですね。だお医者さんが悪い、薬が悪いっていうんじゃなくて、付き合い方を僕はね、ぜひ考えてもらいたいなと思うんですね。
今のまさに心臓止まりそうで死にそうなのに病院行かないっつったら死んじゃいますからね、うん、じゃなくて、うん、そういう必要なところはきちんとお医者さんお薬を使う。でもそれは必要ないんじゃないの、例えば血圧の薬、循環を良くして呼吸、さっきもね体操でやってましたけど呼吸をしっかりすること、体柔らかくすること、そうすると血圧で勝手に下がってくるものをわざわざ薬で下げてしまうっていうのはちょっとどうなのかな。でそんなところから会員さんにお話をしていくと、やっぱりやってくれる人がいるんですよね。お薬飲んでなんかやっぱりどうなのかなと思ってる人は、そうするとそれをやっていくことによって、あ先生本当に下がってきた、ふくらはぎ揉んでたら血圧すごい下がってきてお薬減ったの、それがやっぱりね大事なんじゃないかな。頭痛薬も飲みすぎるともう効かなくなりますからね。そういうことですね。なんかやっぱりね、あの企業は売らなきゃいけないから、あのそうですね、うん、すぐ治るとか、なんかサプリメントもねこうするのがいいっていう風に、私もいっぱい飲んでんですよ、こう見えて本当お金かけてんですよ、この体に。いやでも BS の放送なんか見てると全部通販のねコマーシャルばっかりあるじゃないですか、それでやっぱりおまけにもう一箱くれちゃったりして、うまいこと言うからねすぐね飛びついちゃって楽をしようと思っちゃうんですよね。やっぱテレビ見る姿勢もやっぱ楽だから、そうなんですよ、ね、ここで楽してるとやっぱどん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 お腹に肉がついて当たり前です楽をしちゃいけないってことですよ。ついついね耳が痛くなりました。でも今ちょっとあのあれ、はい、体操してちょっと反省モードに入ってるから、本当にあ常に日頃ちゃんとお尻はキュッとしておくっていうのはもう思います。そうするとやっぱり自然とお腹がまっすぐなるなと思いました。本当にちょっと私1ヶ月も変わるかもしれない。やっぱ腰が痛いとか、うん、私もちょっとぎっくり腰持ちで、でそれが治ったと思ったら違うところが出るんですよ。ああそれが治ったと思ったら違うところが出るから、その辺ってねやっぱり根本的に治さないと次々出てくるなって。そうですね、かばっちゃったりするからですかね。そうです、次から次へとね。あと意外と多いのは、あんまりそのお医者さんとか言いませんけど、人間関係だったりする。へー、あでもあ恨まれてたりするかも。こっちじゃないと思います。違うかそう後ろこくでね、こっちじゃないですね、きっと。そうですね、あ寂しくしているとかそういうことですか。そういうことです。例えばあの集団の中にいたとしても阻害されてるとか、あとは例えば会社に勤めて、例えば上司がいつも右側にいて、いつもなんで私右の肩痛いのかなって言って、よくよくいろいろ考えてると、そうだ嫌な上司が右にいるんだとかね。えそんなに体に出ます？すごい出ます。すごく出ます。で例えば会社を辞めちゃったり、その上司が飛ばされたりして違うイケメンの上司が来た時に治っちゃう。よくやったりする、うちだけすごく悪くなりすぎて。なるほど、イケメンの上司は来てほしいですね。あれどうですかね。えでも本当は私分かる、そういうなんかちょっとなんか頭が回ってないんですけど、やっぱそのコミュニティで変わるものってあるんですね。そればっかりですよね、きっとね。非常に多い関係っていうのは、また年齢が上がれば上がるほど面倒になるって言ってました。その認知症の初期っていうのはやっぱり人と関わるのが面倒くさくなる。面倒くさくなるの？そうなんですよ。やっぱりなんかバカにされちゃうような気がする。自分が何回も何回も言うことでバカにされちゃうから、人との付き合いから面倒くさくなっちゃって行きたくない、どん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 孤立していく。だから本当に笑顔が減ったりとかするから、やっぱこういうの違いますよね。やっぱり自分に自信がなくなるから被害妄想っていうか、こう思われてんじゃないか、こう思われてんじゃないかっていうふうになるんだと思います。なんかこれ来てる人みんな自信満々ですもんね。まあそうですね。そう見てるんですよね。そう思いました。なんか常になんか誰かと話したいっていう感じのパワーがもうすごかったから、いやこういうとこ来れば絶対にいいと思う。やっぱ高齢化なので、自分長生きしても相手が先亡くなったり病気になったりするとやっぱり寂しいですもんね。そうですね。あとね、老後だって子供がいなくなって、もうそうですよ。やっぱ今だ本当に先生おっしゃってましたけど、隣近所の付き合いがもう全くないじゃないですか。ないとこないんですよ。もちろん全くないんですけど、その中でやっぱりあこれ松伏ってこんなにいっぱい人がいるんだなって今日思いましたし、そこみたいな本当に思うんですよ。やっぱり一人暮らしになると用もないのに表に出たくないっていうか、そういうところから引っ込み思案になっちゃうんかな。あの他にもいろいろ講座もやられてるんですよね。そうですさ、あのこういう対象だけじゃなくってね、いろいろコミュニケーション取るためっていうこともあるし、
なんか楽しみを増やすってことですか。そうです。なんかそうです、ぜひご紹介ください、はい、どういうもの。例えばこう教室っていうのは結構大きな人数で、うん、たくさんの人が集まってやっていくんですが、うんうん、そうじゃなくてやっぱり中にはやっぱり少人数でこう楽しみ、自分の趣味とか、ね、うん、自分の好きなことを楽しみたいっていう人たちもいるので、そういう小さな今度集まりを作ろうと。で、例えば布造りが得意な会員さんを講師にして、うん、そこで講座を開いてもらって、でそれに興味を持つ人たちを集めて、そこでサークルみたいな活動をした。実は僕もオカリナを教えてるんで、その教室の中でオカリナやりたい人って言って全くやったことない人たちを集めて、その一つの小さな枠組み、小さなコミュニティをいろいろ作って、あの彼女高松さんなんかはお花の先生なので、うん、だからフラワーアレンジメントの講座をやって、うん、そういうのが好きな女性って好きですから、ね、うん、そういうのをこう教えて、で一つの花、そういうできる、ね、製品ができる、友達とお話ししながら一つのものができて持って帰って、お花お家に飾って楽しい、ね、そういう活動、ただ体操だけじゃなくて、そこで教室とは違うコミュニケーションができて、でもっとなんていうか自分の心が開かれていくっていう、うん、そこで癒され、うん、して前向きになって笑顔になって、うん、でそれがまあ一番の健康法なんですよね、うん、生きがいを持つという、うん、そういう活動を、そうですね、もうだいぶ何人ぐらい講師の人が今20人ぐらいいらっしゃって、うん、そうお菓子作りから、そういう食べ物系って結構人気があるんですけど、お菓子作りからそういう音楽、あの鍵盤ハーモニカとか、僕オカリナ教えたり、お花があったりとか、 あとクラフトなんかやったり、そんな活動を各地でやってます。それを集めた、うん、なんかフェスティバルみたいなのもね、あ、なんかやられてましたよね、はい、4月だか5月だか、そうですね、4月、3月かな、4月の春休みあたりね、今年は4月3日だったなんかもう、うん、そういうお祭りみたいな感じで、作品展みたいなのね、はい、一緒にやられてて、それはその講師となるのはやっぱり生徒さんだったりとか、そうです、全員生徒さんです。みんな助け合いみたいですね、すごい組織的、自分に自信も持てますね、いろんなことに、教えることによって学べるっていう、ね、自分でそういうのを持ってても、ね、家の中にいたら何も誰にも伝えられないけれども、うん、そういう場も持てるんですね。もったいないですよね、いろんな才能持ってる人がいるのに、うん、女の人って意外と家にこもって自分だけでやったりしてるんですよ、うん、そんなにこれは教室でなんか見てあ、こういう何どうしたのって、自分で作ったのを、これ誰かに教えてんの、一人でやってる、もったいないですよね、うん、社会のその価値っていうものをもうちょっと僕は上げたいな、女性の価値を上げたいなと思ってて、そうするとそこで講師になってもらって誰かとつながってやると、その人の自信になり、その自信がまた自分のモチベーションになって、それが生きがいになって、それが健康になってっていう、その流れを僕は、ね、作っていきたいですね。いやでもね、それで言葉では言えるけど、めんどくさいですよねそこですか。いや、それは私ね、うん、そう、まあ、こういうのもやってて、いろいろ組織っていうの立ち上げとか何回かこうね、関わったりしてるけど、とってもめんどくさいことですよね。そういうめんどくさがりじゃないですよねだからいろんなこと考えると、こんなことやりたいんだってスタッフの前で言うと、大体みんな目をそらすだけどたまに間違って僕と目が合っちゃう人もいるんですねそうするとやってって言うと、うん、えって言って、だけどそこで押し付けてやると意外と形になるんです。すごい力ですよ。でやっぱりそれはみんなこうやってたら健康になるんじゃないかとか、そういうことを思い描いてる、パワーっていうか思いがやっぱそういう力、そうですね。いやー、でもやっぱりなかなかそれは湧いてこない、普通の人ですね、湧いてこないもん、ね、思っても多分実行できるまで多分時間かかるし、多分そのうちにやめちゃいますよね、普通はねやっぱりこう引っ張っていく力がないので、それそのきっかけとなったのは何なんですか。そこまでその健康にこだわるっていうか、その健康をみんなに知ってもらいたいって、なんつうんだろう、強く思うようになったっていうきっかけは何だったんですか。やっぱりいろんな勤め人をしてた時に、うん、その接骨院とか整形外科勤めた時に、うん、病院に来てる人たちってなんでこんなに不幸せなんだろうと思って、うん、もういつも下向いて顔色が悪くて、どっか痛い痛いって、その
訴えていく言葉っていうのは全てがこう痛いとか辛いとかっていう言葉、後ろ向きな、そうそうそう、こういう世の中って絶対幸せじゃないし発展性はないし良くないなっていうのから、もっと明るい、もっと気楽な、もっと前向きになれる向上ね、まだまだいつまでたっても人間で勉強して向上心があればどんどんこう伸びていく、成長ができるので、そういうところを作っていきたいなと。やっぱり先生は健康なんですか？あ、僕実は空手をやってたので、うんうん、全身悪かったんです。え、なんでですか？空手やってると悪くなるんですか？空手っていうのは格闘技なので、うんうん、基本壊すじゃない、壊す壊れるじゃん。空手やってる昔やってた、ちょっと今女子力高めですけども昔はやってたんですけど、あ、そうですわ、全身、はい、腰は悪くするし、うん、もう関節という関節全部壊したことがあって、うん、でそこでやっぱりこう治してもらおうと思ってたんですね、うん、だけど治らないんです。やっぱり先生でも最初は直してもらおうと思ってた。そうそうそう、もうそういうほら先入観が、うん、痛かったら病院って思いますよね、普通、うん、だけどそこでやってるうちにダメだなと言った時に、あれ、もしかして自分知識あるよねと思って、うん、自分でなんとかならないかなって思い始めて、でちょっとずつ自分で体操的なものを考えて、うん、型というのが体にはあるので、その型をちょっと使って自分の体をちょっと直してみようというのから、うん、始まったんですね、この教室、うん、やっぱりそれって勉強しなきゃいけないし大変ですよね、最初はね。そうですね、うん、最初はその知識と健康の知識とその実際の動きっていうのがつながってないので、ただやってるうちに、あ、どこにこうやって力入れると、あ、この筋肉だな、この筋肉鍛えると、あ、こういう症状が良くなるんじゃないかなっていう、そういう仮説を立てて、うん、でだんだん一つのプログラムを作って、うん、でやってもらう。僕は公園の、公園の若いママちゃんたち適当に捕まえて、それってちょっとヤバくなる、今だと多分通報されるんじゃないかなって思うんですが、適当にちょっと来てって言って、またねちょっと来て来るんですよ子供連れて、何ですかって言うから、いや、こういう体操があって、なんかその症状ないって言って腰痛があるって言ったら、じゃあこういうことやってみてって、そこで何人かお母さんたち集めてちょっとやってたんです。でそんなことをやってるうちに、あ、いいよいいよ、そのフィードバックしてもらって、でだんだん形にして、こんなのどうかなこうかなって言いながら、でちょっと30分ぐらいのプログラムになった時にリリースしたんですよ。でもやっぱりね、症例が増えてくるというか、こう会員数が増えてくると、やっぱり、あ、これで治ったっていう結果が出てくるわけじゃないですか。そしたら自信につながって、うん、やっぱりこれは正しかったんだっていうことで、またね、新しいものにチャレンジできるし、そのこういうこんなに激しいと思わなかったんですよ。激しかった激しい名前で本当に私結構体力自信があって、うん、ヨガもやってるので、うんうんうん、結構いけるだろうっていう感じで軽いノリであそこの前でやらせていただいたんですけどただのくびれじゃなかったね。だからでここだけじゃない、言葉に引っ張られてくびれができるのかなと思って、そこに行ったら全く太極拳みたいな動きがあったり、ヨガの動きがあったり、なんていうんだろう、いろんなものがミックスされた、うん、いいもの全部取り入れてるって感じですよね。はい、本当にあれヨガじゃねこれと思って、うん、そこだけは上手だねって言われたんです本当にヨガだからね、ヨガだからね、そう、いろんなものミックスですよね、はい、全てのいいとこ取りっていう感じですよね。そうですね、いや本当にね、勉強されて努力されてるっていうのは、この絆通信、絆、これにも現れてるっていうか、いいね、うん、こういう機関誌じゃない、なんだろう、そういうチラシっぽい、はい、いろいろ考えてらっしゃることとか、うん、行事とかのお知らせをいつも月1回ですか、そうですね、もうぎっしりのぎっしりの情報をこうやって渡されるんですよ。だからこういうものも発信してる、これは先生が自ら自分で、そうですね、僕は最初の本文だけ、そこは僕書くんですけど、うんうん、あとはスタッフが、もう今組織的にできてきたってことですよね。そうです、そう広がって、はい、全体でどれぐらい会員さんいらっしゃるんですか？全部で今、5月に来てる会員さんが、1864人です。そんなにいるんですね、はい、すごいですねやっぱそれだけ健康になりたいっていう方が多いってことですよ。あ、絶対もっと知らない人は知らないですから、そう、これ知ったら絶対やりたいと思いますよ。そうね、それか、うん、もう母にやってもらいたいと私は思いました。いや私でも自分が劣等生だから、ね、いや
いやこれもうね、うん、60の声聞いたらね、あその前からだけどあの早くやった方がいいじゃないかって、ね、もう年いってからやったら絶対もっと大変だなと思って、値段聞いても驚いちゃったし、まだそれは後です。そう値段言っちゃいますか、ここでやっぱりちょっと値段を聞いてびっくりしました。びっくりしましたね。私1万7000円払ってますからね、1ヶ月に1回、それプラスいろんなものを買わされて大変なことになってますから。でも綺麗に見たい。そうなんですよ。いやそこですか、本当に本当に。だからみんな苦労してるんですよ。だけどこの値段で多分あれ続けたら多分もっと健康になりますね。どういうお値段ですかね、はい、お願いします。どうですか、はい、どなたか。あはいじゃないです、はい、じゃあ夏美ちゃん、夏美ちゃん、高田さんお願いします。みんな譲り合いです。こんなとこで譲り合って通い放題で月3000円です。3000円です、ね、そう、こういっぱい会場あるじゃないですか、はい、だからもう欲張って一日中行きたい、あっち行きたい、こっち行きたいって言ったらすごい数行けるわけですよ。もちろんですね、うん、そんな人いるんですか。いますか。週に最高で週9回来た。週9回ってどういうことですか。1日2回行くってことですか。そうですね。で自分の旦那さんよりも僕に会ってた方が長いっていう。その子はうちのインストラクターになりましたけど、うん、この中でまさかいないです。いないですね。はい、でもやっぱり行かなきゃって思っちゃうぐらい、今日もうしばらく行ってないからこれ行かなきゃもうどっか悪くなるんじゃないかと思うくらい、なんか支えられてる気持ちはあるんじゃないかしらね。素晴らしい、素晴らしい。いや3000円ですよ。ありえないですよね。ありえないよね。3000円でそれで健康になったら病院にも行かなくていい、うん、安くてしょうがないですよね。だからなんかこういう公民館借りたりね、うん、その辺努力していただいてるところもありますよね。そうですよね。やっぱり高いところを借りちゃうと、はい、もっと会員に、うん、あの勝ってるじゃないですか、うん、やっぱり健康にお金を使ってほしくない、うん、やっぱりお金っていうのは、うん、楽しいこと、自分がその人生において大事なこととか楽しみっていうのにお金は使ってもらいたいんですね、僕は。だから健康っていうものが、健康にお金をかけるっていうのが一番僕無駄だと思っているんですね。例えば整体、この前もあの僕はあの治療とかも無料でやったりする。そうなんですよ。そう、今日会社さっきまさか30分なんとかっていう話は、あたまたまですけど、これ抽選になるけれども、そうそうそう、ちゃんと当たったら、うん、先生のすごい施術を受けられる。へえ、そういうのも機会あってやってくださるんですよね。こんなに忙しい先生でも、はい、でその中でやってた時に、治療院でやった時に30年間週に1回整体通って今まで使った金額数百万でも良くなってないんですよ。あ、患者さんね。そうそうです。ほんでうちの教室来始まって3ヶ月で整体やめました。無駄ですよね、そのお金が、時間が。だからそういうのが僕聞いてて見ててすごい、こうなんていうか、それを人のまあ何て言うんでしょう、健康というか、そういう、まあ、不幸というか、それを商売にして、まあ言っちゃ悪いですけども、ちょっとお金を取る方が優先してる人たちって結構いるんですよ、まあね、その本当に直してあげようとな、そういう人もいるんですけども、やっぱりどうしても経営っていうものを考えると、うん、何回も通わせるためのシステムはちゃんとしてるんですが、じゃあ3回で治った、じゃあもう二度と腰痛にならないっていうシステムはないんですよ、うん、またやっぱり腰痛になるからまた来てもらう、うん、そのために週に一遍通っといた方がいいよ。そうなんですよ。それうちの母今毎日行ってますよ。あ、そう。毎日行くと100円になるらしいんですよ。なんか100円？保険が効くからとか言って。ああ、そういうこと。だからもう毎日明日もいでって、あの元気な感じで言われちゃうと毎日毎日100円を気に行ってます本当に。それは向こう側としては保険も入るから。そういうことですね。そうですね、あのこっち出すの100円なんだけども、うん、その裏には保険がいっぱい入るね。そうそうそう、向こうは。うん、本当にその通りです。だからこっちは100円でよくしてもらってと思って行くのよ、ね、そうですよ、優しくしてもらって、うん、もう幸せなのよとか言ってます、うん、なるほど。いや私ね、矢野先生のお話を聞いてると、やっぱりこちら側っていうのはもちろんやってないと、あのスタッフとか大変かもしれないけれども、基本は来る人に目がいってるっていうか、そっちに軸足があるから、だからみんなに慕われてるっていうか、あのここに来なくちゃっていう風に
思ってるんだなって、それはもうね、お世辞でも何でもなく、あ、そうなんだ、こう矢野先生やっぱりすごいなっていうふうに思ったんです。皆さんどうですか？ぜひ言ってください。遠慮しないで。ちょっと待って、今な反応がすごいですよ、はい、矢野先生のことを聞いたらみんなわーって、あでもやっぱりスタッフとしていらっしゃるっていうことはそれだけやっぱりついていけるの信念を持っていらっしゃる、その信念が素晴らしいですよね。そうです、いや、なんか喋ってその通りしか言わない。そうなんですよ。そうですよね、本当にもう出会った時からこの信念は変わらないので常にこのスタンスで、でこの頑固さがすごい、はい、頑固じゃないとついていけないですよね、やっぱり揺れちゃうと。そうですね、うん、それはやっぱりそういうついてこられるスタッフにも両方に恵まれるっていうのは、そうですね、やっぱりそれが正しかったってことですよね、その持ってらっしゃった信念が。僕はもうやり始めた時から確信してたので、こういうシステムが世の中にないとダメだなと。医療費っていうのはどん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 国も上がってって、もう今もうこれ以上もうお金かけられないっていうぐらい医療費が大きくなってます。でその中で生活習慣病、要するに自分の生活習慣を変えるだけで消えてく医療費ってかなりある、3割ぐらい確か。でもその生活習慣病にかかってる医療費っていうのがめちゃめちゃ多いんですね。だそれを僕は減らしたい。じゃあやっぱり町とか市町村が今度に乗り出せばいいのにね。あの保険料がね、負担がすごいから、はい、健康になればね、中身からですもんね。そう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 、絶対そうそうそう、内臓のことも全部教えてくださるじゃないですか。だからまあ、うちの子なんかすごいアレルギーなんですけども、そういうことに関してもね、あの取材した時なんかすごい見識があって納得して、私もうアレルギーに関してお医者さんより詳しいかなっていうぐらい、もう子供のためだからいっぱい勉強したんだけども、でも最終的に先生の話聞いたら私と考え方が同じなんですよ。で私はこれだけ勉強してこうだと思ったことを先生がさらっと言われるから、あ、すごいっていうふうに思いました。僕は整形外科の方、柔道整復師なので、うん、体のその関節とか筋肉とかの方なんですけど、でも人間の病気って例えば膝が悪くても本当にそこだけが悪いわけではないので、さっき言ったように人間関係かもしれないし、食べてるものにもよるかもしれないし、いろんなことをだから知らないといけないんですね。なので僕は専門家にはなりたくない。専門家っていうのはそれしか知らないんで、全ての病気をそこに当てはめちゃうんですね。っていうとミスをする。なるほどです。それじゃないかもしれないっていう、うん、だからそういう広い目を持つのに、僕はだから肩書きを柔道整復師ってやらないで健康仕掛け人にしてやる、間口をずっと広い。そうするとすごく勉強しないといけないじゃないですか。そうです、ね、いろんなことをね、はい、健康ってもすごいですから、ね、広いから、広いから、じゃあただの体操の先生じゃないね。仕掛け人ですよ。そうです、ね、いいですね。でやっぱりでもそれ勉強するって大変なことだけども、それだけのことを苦労してやってこられた。あ、でも僕好きなんですよね、結局は。あ、そういうのが、いろんなことを知っていくのがとても好き で、うん、でそれをこうみんなに伝えて、うん、で彼女たちもそれぞれいろんな問題が、あの肉体的にね、あの、うん、いろんな障害を持ったり、病気になったりしてたのがだんだん良くなってくる。でしかも家族の調子も良くなってくる、うん、僕なんかもあの家でこう実践してるんで、うちの子供たちなんかそう、もう十数年病院行ったことないんですよ。お、風邪ひいても寝かしとけば治っちゃう。あ、それは私も同じです、小さい時から。だから未だに健康です、うんうん、みんなやっぱお母さんたちってちょっと寝さすとすぐ病院行くじゃないですか。なんか面倒くさいし、うんうん、とりあえず寝てれば大丈夫だよって言って寝かしてたら今すごい健康な子、うん、自分で治す力はね、自然治癒力なんですよね。そういうことです。いや、一度ぜひやっぱり皆さんもね、絶対やった方がいい、絶対ここに来られて、それで失望されたらそこでやめればいいわけで、あの一回見に来られると体験されると違うかもね。その一歩がきっと、うん、もう将来につながる第一歩ですよね。
なんとなくね、私は健康に近づくような気はします、うん、なのでぜひともね、まあ私たち営業じゃないからね、言わされてるわけじゃないんですけれども、やられたらいかがでしょうか、うん、っていうふうに思います、はい、これからますますのご活躍をお祈りしております、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。とっても体に効きそうな、そして楽しそうな体操でしたね。あんな風に毒舌交えて余裕しゃくしゃくに話されているところから、みんなリラックスできるのかもしれないですね。さてさて、次はラボファームのお話です。松伏サポーターズラボでは、松伏町の一角の土地を耕してラボファーム農場でいろいろなものを栽培してきました。今回は去年11月に種をまいた麦の収穫をしました。麦というのは本当に真緑のまっすぐに伸びた姿があまりにも凛々しくてすごくかっこいいのですが、この6月になるとそれはまた見事に一気に黄金色に色づきます。今回は予測よりも生育が少し遅れてしまってて、ずいぶん前から予定してきた日に麦刈りができず、それなのに再予定した日が雨になりそうで、急遽予定変更して6月6日に麦刈りを行いました。そんなわけで人数も集まらず、ムシムシした湿気の多い日でかなり暑くて、第1回麦刈りは大変でした。過酷な中、みんな頑張りました。次の第2回は倍くらいの人数を確保してようやく全部刈り取りました。いやー大変。その後刈り取った麦は脱穀へと移ります。でもすんなりと脱穀できないんですよ。小さなゴミや茎や穂が残っているので、私たちはひたすらそれのお掃除。そしてついに遠見手動式穀物選別機が登場。この作業はかなりきつそうなので屈強な若者にお任せしましたが、やっと脱穀も完了しました。出来上がった麦は製粉所にお願いして秋ごろに仕上がってくる予定です。これで一体どれくらいになると思います？これでようやく 25kg くらいの小麦粉になるそうです。いやー、やっぱり農作業は大変。でも仕上がってくる小麦がすごく楽しみです。またのご報告をお楽しみに。笑顔になる魔法の言葉たち、ありがとう愛してる会いたい、あ笑顔にたたまれ青い地球、明日の夢探して、あなたの歌を強い思い、明日の場所を歩いて行きます。始まりの言葉のように人生はいつもあさとない、そう思えば明日も変わる。走れ走れ走れ、つまずき転んで落ち込んで、それでもほら起き上がれば果てしない道が続いてる。苦しんだ分だけ人は学び強くなる、そう言い聞かせて明日へと走り続けてゆくのさ。笑ってしまえ、泣くのは嫌だ。